はい、こんばんは、シャマです。お久しぶりです。フックと今日も実況していきたいと思います。はい、では行きましょう。未知の人、これ初登場です。この未知の人が、おそらく黒老を家の外から見てた人ですかね。はい、では読んでいきましょう。君怖いのか。大丈夫、恐怖はいいものだ。返事くれないのかい。来た、既読無視。これはゲームかい。かくれんぼしてるんだろ。未知の人って言ってるから一応人なのかな。クロエ、名前まで知ってる。どうして名前を知ってるの。あ、こういうのね、ダメなんだよ。あのツイッターとかでもそうなんだけどね、アンチはね、あの返事を待ってるから。もうとにかく迷惑なことして相手が返事をするのを待ってるからね。一番いいアンチの対処法は返事をしないということです。君を見つけるために送られてきたのさ。かっこつけてるけど、これただのストーカーでしょ。これ見つけるためには名前を知らないとね。うん。誰があなたを送ってきたの。君が絶対会いたくないものだ。お母さん。信じて。信じない。最初はそれがいいかもしれない。賢い子だ。そうかもね。認めたよ。認めちゃったよ、クロエ。そこはさ、まあでも外国人だからな。あんま謙遜するってことしないのかな、特にな。それでもお父さんのことは信じるんだろ。面白いな。賢い子だけどお父さんのことは信じてる。これはお父さんが騙しているということかな。どうして。彼は信用できないからさ。飽きたよ。嘘をつくし人を騙す。想像できないほど残酷にもなれる。お父さんが。どうやって私たちのメールを見たの。これあれでしょ、最近あるあの LINE のさ、なんだっけ、あのプリペイドカード送ってくれ、 Amazon ギフトカード送ってください的なやつじゃない。見てないよ。でもお父さんのこと知ってる、ずっと前からね。危ない、ちょっと声がおかしくなってきた。この声でいこう。この声、ずっと前からね。これでいこう。未知の人、出ておいで。クロエ、話をしよう。あ、こういうなんか LINE のさ、めっちゃ送ってくる人にね、こう一行一行ずつ、通知6ぐらいになってる時ね。嫌よ。断られた。傷つけたりしない。そうでしょうね、賢そうだもんね。それから大切なことは、一番大切なことは、僕は決して君に嘘をつかないよ、クロエ。おお、怪しすぎるでしょ、こんなの。もし嘘をついたら、はり、あ、違った。何でも希望を叶えよう。おお、うちにも来てほしいな、未知の人。君の望むことなら何でもいい。チャンネル登録者を100万人に増やしてくれ。おとぎ話みたいに。むしろ悪夢みたい。突っ込まれてる。でも本当にそうなるんだ。馬鹿らしい。そうだね。なんか黒いちょっと大人っぽくなってない？いつもにか。でも本当なんだ。信じてほしいの？なんかかわいそうに見えてきたよ、未知の人。かわいそうだな。信頼する人間違ってるよ。地獄にでも落ちろ。急に鬼畜。怖いな、この娘。急な鬼畜。もう何回も落ちてるさ。いや、冷静すぎるでしょ。だって急に Go to Hell って言われてんだよ。ねえ。地球の中の地獄だけどね。刑務所かな、これは。何が欲しいの？なんか話乗っちゃってるよ。何か欲しいなんて言ったか？お父さんが言ったわ。金で解決。さすがお嬢様。お父さんはあなたが私のこと連れ去りた、連れ去りたいってわけじゃないな。お父さんはあなたが私のこと連れ去りに来るって言った。遊びに来たんだよ。なぞなぞは好きか？好きじゃない。冷たいね、本当に。相手してやれよ、もう。それは残念。あるんだけどな。YouTuber は YouTuber でも、クソみたいに面白くない YouTuber は誰だ？僕の質問に答えて。そしたら、私が君の質問にも答えよう。警察に聞くために取っておく。録音されたな、これ。あ、じゃあ、LINE 履歴か。これ、LINE 履歴だな。警察が来るまで黙ってたら。それじゃあ、
では行きましょう。1問目。ある男の勤め先に電話がかかってきて、彼の妻が殺されたと言うんだ。はい。警察は遺体の確認をしてほしいと言った。男が車に乗り、現場に駆けつけると、彼が殺人者として逮捕されてしまうんだ。どうしてだと思う？簡単よ。妻が殺された場所を知ってたのは、あなたしかいないから。彼が殺したからよ。よくできました。はいはい、パチパチパチ。君の賢さはお父さんにだといいね。どういう意味？それが私への質問？違う。めんどいな、こいつ。じゃあ質問をしてくれよ。いや。どうして？クロエのこの急な鬼畜面白いね。取っておくの。取っておくことなんてできない。え？さっきそんなこと言わなかったじゃない。やっぱり嘘をつくんでしょ。本当に賢い子だ。あなたを避けるくらいの賢さあるわ。本当に賢い子だってずっと言われて、これ多分そのうち調子乗るよ、これ。クロエ、そんなことはできないよ。主導権握られてるよ、これ。裏で君がどこにいるのか知ってるんだ。じゃあ捕まえに来なさいよ。おっと、出た。さあ5時です。5時が来たぞ。誰が君を捕まえたいなんて言った？え？捕まえるのではなく殺す。言ったでしょ、お父さんがそう言ったの。お父さんはいい人よ。彼はいい人だった。何十年前のことだけど、飛び抜けた金持ちになる前、今じゃ彼はただの豚。今でもいい人よ。君は自分が見たいようにしか物事を見ない。おー、きつい。これを全オタクに言いたい。私を含めた全オタクに物申す。オタクは自分が見たいようにしか物事を見ない。他の人間と同じように見ない。じゃああなたは人間じゃないの？私はウォッチャーだ。何それ？ウォッチャーって何？ピッチャーだから。人の庭に入って窓から子供たちを見てるの？そうだよ。気持ち悪い。それは気持ち悪いな。何がウォッチャーだよね。そうだ、ただの覗き窓だからね。モンスターね。そうだね。信用できない。信用するべきだよ。世界はモンスターで満ちている。深いね、これ。幽霊や小悪魔、魔女、ウォッチャーに強盗、そして殺人者。そうだね。あんた誰かに似てる。キモオタ。グリム童話の。でもあなたは小さい子供が好きなただの変人だわ。いただきました、ロリコン発言。小さい子にはかなり、未知の人。小さい子にはかなりそそられるね。病気ね。ロリコンは病気らしいです。世の中は病気だ。世の中はロリコンだ。社会のバランスを失っている。まあ雇用問題とかいろいろあるからね。お金持ちのエリートが貧しい大衆から絞り取る。超大物 YouTuber が視聴者から再生数を絞り取る。親たちが気にするのは社会的地位と口座残高。名言きました。親たちが気にするのは社会的地位と口座残高。まさに地位とね、金。これ二つ、名声と金。自分の子供たちよりも社会的地位と口座残高。世界はバラバラになってしまっている。そしてそのしわ寄せが行くのはいつも子供たちなんだ。ほい。それはひどい。その通り。でも私たちが立ち上がって窓から子供たちを見てる。物事を正しい方向に向けるとき、私たちが悪夢で、そして伝説でもあるわけだ。人類が病んだら私たちが助ける。助けるってどうやって？なんす、1億年と2000年前から愛してる。這い上がってきたんだ。地球の暗いところから世界を良くするためにフリーメイソン。幼い子供を誘拐することが世界を良くすることになるっていうの？そうだ。あ、子供たちをどっかで育ててんのか？そうやって私たちは地球のバランスを取るんだ。人間を恐怖に貶めて良くさせる。彼らが一番大切にしているものを連れ去って。じゃあ口座残高から奪い取れよ。子供たちってこと？違う。彼らが信じている神話だ。ん？間違って信じられている。関係ないと。モンスターは隠れてないと。クローゼットの中やベッドの下に
ね。だっていないでしょ。本当かな。グリムドーヤ、いや、怖いおとぎ話はどうやって生まれたと。人間の想像力ではなく。君は想像力がないよ。だから隠れるのがいつも同じ場所だ。いつから見てんだこいつ。一番遠い角のジメジメした暗い地下室のピアノの後ろのカビ癖古い毛布の下。違うわ。今嘘つこうとしてる。だってさっき君を通り過ぎた時、心臓の音が聞こえて。え？君を通り過ぎた？え？すぐそこにいるよ。ドラムみたいに聞こえて黒い。信じられない。一体何なの？言っただろ。私は汚くて小さくて影に潜んでるんだ。なんか小さいと別に怖くなさそうだけど、それで窓から子供たちを覗いているのさ。うん、なんだ、ハエみたいなやつ、ドローン。私は暗闇の中の足跡、誰もいないはずの暗闇のね。私が前兆なのさ、暗黒の時代の。お願いほっといてよ。もう一つ謎謎に答えられたらな。信じない。君に選択肢はないよ。地下室に降りていって君の喉を引き裂くことだってできるんだ。それか謎謎に答えるか、それしかない。分かったわよ。何なのよ。警察はどこ。何。君の大好きなお父さんが20分前に呼んだって言っただろ。じゃあ警察はどこにいる。そんなの謎謎じゃない。難しいだろ。そうね。でも私には答えが分からない。じゃあそっちに行こう。いいね。どうして。私は今度は謎々を出す番だから。面白いな、この子。何でも質問してくれ。近くにいる？もう少しで君の頭の上だよ。はい、ということで、まさかの黒絵の頭上に、モンスターが迫ってました。ということで次回は、ドクターなんちゃら、ドクターフットさんが作った、のぞき魔パート3、後半に突入します。ぜひ、そちらもご覧ください。ということで、シャムでした。さよなら。